どうですか皆さん、今日今からユニフォーム会見ですけれども、意気込みのほど。楽しみです。楽しみですね。全然面白くないですね。あら、チャイさんそんなこと言って。めっちゃいい匂いする。買い物。何買いました？ iPhone。 おお、買ってますよ。めちゃめちゃ買ってますよ。皆さん、エディオンにお買い物されてますか？めちゃめちゃしてます。はい、お世話になってます。いつもエディオンで。はい、どうぞ。おはようございます。濃いですね。紫一色じゃなくて、濃淡があるんで、上の方とちょっと黒ですよ。いろんな別の色が混ざってた方が。そうですね。なんか、なんだろう。なんかなって、あとゴールドってなんか黄色が入ってきてるんで。風情とかですか？非常にかっこいい。ちょっと着てみる。どうですか、竹山選手。いや、本当でしょ。セカンドはこれ、襟付き、付きえ襟付きがお気に入り。好きなのとかかっこよくないですか。なんかちょっとレトロな感じで、白白白白白白白その感じが違うんですよね、去年と。どんな感じで、なんかよりなんかさ、年っぽくない。そんなことない。履き心地はいいですか。履き心地はいいです、めっちゃ。おはようございます。どうですか、松田選手。いや、本当今年のメニューは、はい、こういうデザインなんですけど、俺、今年で、2021年で、プロ10年目なんですけど、一番好きなデザインかもしれないですね。なんか、こうなんか、こういうなんか細かいデザインが、まあ、本当に、なんていうんですかね、ゴールキーパーの、ゴールキーパーはやっぱり細かいところまで追求して、ビッグポジションなんで、こういうの大好きです。ユニフォームまで細かなところを追求されてますね。そうですね。しかも似合ってると思いませんか、俺に。似合ってます。はい。緑はどうですか。緑もやっぱり目立つ色だし、緑って言っても蛍光の緑なので、なんかパワーが出てきそうっす。どうですか、皆さん。あ、でも間もなく。あと11時からなんで、サムネイルです。よろしくお願いします。お願いします。中では一応、ざっとさっき、木原君が言ってましたけども、10時、まず挨拶、まず話があって、皆さんは10時1分ぐらいに呼びます。で、まっすー、チャージ、ハヤトの順でステージに上がっていって、順番に足元にあるところに行って立ってもらう。で、選手登場しました。じゃあ、コート、ベンチコート脱いでくださいって言ったら脱ぎます。それを僕ら受け取りに行きます。であとフォトセッション、まず動画、テレビ BNG っていうカメラから、でその後スチール撮影って形で、ざっくり全部で50
その土日時間ぐらいかなとは思う。竹尾さん説明が長くなるとちょっと伸びるんだけど、それぐらい長いで行こうと思いますので、ちょっと立ち入りの時間が長いですけども、まあ、寒くはないので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらが2021年シーズンの CM ユニフォームでございます。この後ナイキジャパンさん、ナイキジャパン様からのユニフォームについての詳細説明がございますが、その前に来シーズンも共に戦っていただくユニフォームスポンサー様を紹介させていただきます。選手の皆さん、そのまま正面を向いたままで、まず前面株式会社エディオン様、右側鎖骨ハイセンスジャパン株式会社様、ショーツの方に、テラル株式会社様、選手の皆さん、左袖を、来場者の方に向けてください。はい、左袖が、株式会社泉様、選手の皆さん、背中を来場者の方に向けてください。背中の上、松田株式会社様、背中下裾のところが、株式会社ヒロディンホールディング様、株式会社ヒロディンホールディングス様です。こちらのユニフォームスポンサーとともに、来たる2021年も戦ってまいります。それでは武田さん、説明の方よろしくお願いいたします。はい、改めまして、ただいまご紹介いただきましたナイキジャパンの、武田と申します。J リーグのプロダクトを担当しております。まずはじめに、シーズンが終わったばかりで、非常にお疲れだと思うんですけども、本日ご登壇いただきました荒木選手、そして茶島選手、増田選手、どうもありがとうございます。さまざまなものに共通して、ある形というのがトライアングルと、三角ですね、というところにフォーカスをしています。2021年シーズンの2本はその広島という地域、ホームタウンにゆかりのあるトライアングルと、その持った、とストーリーを兼ね備えた、デザインのダイナミック、トライアングルという、キーコンセプトとして、サンフレッチェ広島の力強い、フットボールスタイルを表現しています。また、クラブのアイデンティティである3本の矢を躍動感と速さを、伝えるためにデジタルグラフィックを採用しています。まあ、本当に着心地はやっぱり素材も柔らかくて体にフィットしていて着心地がいいなと感じますし、また腕の部分もちょっと引き締まっていて、まあ、より体にフィットして動きやすくなっているなと感じています。で、デザインのところはそのまあ紫一色じゃなくて、まあ、濃淡を使って複数の色を使っているので非常にかっこいいなと思いますし、また横のラインではゴールドも入っていてそこも非常にかっこいいなと思ったのと、やっぱりあとは先ほどそのデザイン性のところでやっぱり広島のことをより考えて広島の街並みとかをイメージしてデザインしてくれたと聞いて非常にまあ嬉しく思いますし、またこのユニフォームを着れることが非常にありがたいなと思いました。はい、ありがとうございます。続いて、茶島選手お願いします。はい、本当に着心地が良くて、本当に動きやすくて軽くて2試合でとても動きやすい生地でになっていると思います。あとデザインに関しては襟付きということで、ここ最近ではユニフォームに襟が付いていることは、なかったと思うのでとても新鮮な感じがします。はい、ありがとうございます。続いて増田選手お願いします。はい、皆さんこんにちは。新しいデザインと新しい機能性のユニフォームをに袖を通して、身が引き締まる思いです。説明のあった通り肩周りの動きが非常に楽で、はい、これを着てプレーするのが楽しみです。
はい、もう一つ、コメントをいただきたいと思います。新しいこの2021年シーズンのユニフォームを着て、臨む、来年シーズンですね、2021年シーズンの、目標であるとか意気込みがありましたら、お聞かせください。荒木選手からお願いします。はい、例えばこのユニフォームのデザインのところにも入っている金が入っているように、来シーズンはタイトルを取って一番を取れるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。長島選手お願いします。このシーズンは、大変な、状況の中のシーズンでしたけど、思うようにいかない部分もたくさんあったので、来年は、このユニフォームとともに、今年よりいい順位を目指せるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。では増田選手お願いします。僕個人的になるんですけど、プロ10年目を迎える2021年になるんですけど、この新しいユニフォームで、広島出身の選手としてピッチに立って皆さんと共に戦っていきたいと強く思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあすみません、こちらにこれでお願いします。どうした。舞台に立ってみて緊張しました。喉が渇いたっす。皆さんの前でお披露目して、いやでもまあシーズン終わったばっかですけど、やっぱ医療も来てると気が引いてしまいます。本日は営業広島の本店にお参りいただきまして、誠にありがとうございます。舞台に出てみて、来店中のお客様に中消防署からお知らせいたします。今年は疲れましたか？そうですね。疲れました。ちょっとね、ちょっとだけ、ちょっと疲れましたね、やっぱりね。まあ、ゆっくり休み。僕は家族と一緒に、ゆっくり。家でゆっくり過ごした。この後始末を確実にする。ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。お疲れ様でした。どうですか？本当にめちゃくちゃかっこよくないですか、これ。でもなんか販売されないのかな。販売してほしいですね。シーズン中になんか話が変わって販売する方向になれるように頑張ります。皆さんの前にお披露目してどうでした？そうですね、なんかやっぱりこうやって発表すると、まあ、本当に来年も頑張ろうっていう気持ちになりますし、ぜひ一緒に戦ってください。お願いします。今年復帰1年目ちょっと大変なシーズンでしたけど、はい、どうですか、終えてみて。いや本当に、まあ、自分たちの好きなサッカーができていること自体がもう幸せなことなので、感謝の気持ちを忘れず来年に向けて、はい、今はしっかり休みたいと思います。僕はどうするんですか、もうゆっくり。そうですね、はい、ゆっくりして、そうですね、まあちょっと、はい、状況を見ながら、はい、ですね、皆さん、終わりましょう。
疲れ様でした。ありがとうございます。